こんにちは。内山伝説プレゼンツ、さとこの IH クッキングショーの始まりです。この番組は私、石井さとこが安全で高性能な IH クッキングヒーターを使って様々な料理に挑戦する料理番組です。さあ、今回はなんと私は料理しません。あのですね、前回見ていただいた方は分かると思うのですが、なんと今回は、今年もオープンしますカフェ竹富島のそのかき氷のメニューを社長が私に振る舞ってくださるということなんで、エプロンしてません。さあ、どんなかき氷が食べれるのか早速楽しみです。どうぞ。さて、早速社長、はい、今日はどんなかき氷を食べさせていただけるんでしょうか。はい、夏のですね、はい、旬なフルーツを使って、はい、ソースを作ります。おお、こちらでしょうか。はい、で、そのソースを使ったかき氷、お、フレッシュ できれば、はい、果肉をのせて、おー、インスタ映えするようにしようかな。そうですね、やっぱり、はい、女子は写真撮りたいですもん。じゃあ早速お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、はい、これは今何をしているんですか。砂糖とですね、はい、お水を溶かして今シロップを作ってます。お、シロップですって皆さん、はい、はい、甘く、うん、はい、甘く熱かせないように甘く。IH だと簡単にいきますね。とろみとかね、はい、そうなんです、溶けないように。はい、とっても楽ちんです、シロップ作りも。さあ、次は社長、次はですね、さとこさん、どれがいいですかね。やっぱり完熟パインがいいです。パインがいいです、はい、じゃあパインのソースを作ります。はい、うわー、たっぷり全部入れちゃいます。はい、はい、じゃあこれに、はい、先ほど作った、あ、お鍋の、はい、はい、シロップですね。はい、あ、社長、はい、カメラ側に見せてあげてください。ね、ぜひ。こちこち、こちこち、ここで見えますか、みんな。果肉にシロップを少し、はい、出して甘みを出します。はい、はい、あ、はい、じゃあこちらのミキサーで混ぜます。はい、はい、うわ、接着、混ぜたのをちょっと味見させていただきます。はい、もちろんです。いただきます。うん、美味しい。酸っぱくありません。酸っぱくないです。甘くってとっても美味しいです。すごいですね、こんだけ粉々にしても発色のいい黄色になりました。ちょっとね、うん、隠し味でバナナ入れてみましょうか。バナナ、おー、どうなるか楽しみですね。はい、これで食べながら見守ってます。うん、おいしい。パイナップルだけでもおいしいんですけど、どう食べるのでしょうか。おお、曲がっております。パイナップルとバナナが今ミキサーで曲がっております。ありがとうございます。さあ、バナナとパイナップルのいただきます。ん？バナナが勝ちました。バナナが勝ちましたか。でも美味しい。これはこれで美味しいです。食べ過ぎちゃいましたか。うん、あのね、しかも、なんかさっきよりもほわほわです。あの、バナナ加えて、バナナ入れるとなんていうのか、まろやかさが出るんです。本来はちょっと入れすぎちゃいましたね。はい、あ、でもこれも美味しいですよ。ほわほわのソースです。じゃあ、次、もう一つ何でしょうか。はい、そうですね、私、リンゴが好きなので、リンゴを。リンゴですか。はい、はい、じゃあ今度はたっぷり、たっぷり、おー、たっぷり入りました。
また例の、はい、甘くなる、甘くなる汁、魔法の汁。社長ここにあんまり装置を作ってないよ社長。はい、皆さん見えました。はい、入れてください。あ、全部入りました。入れちゃいました。大丈夫ですよ。魔法の液体です。魔法の液体、さっき作ってた魔法の液体です。さあ、リンゴもあのジューサーですか、これミキサーでこうガシャガシャやっていきます。どうぞ。こういう時はもう一つ魔法の棒があるんです。はい、いきます。はい、おー、すごーい。おー、潰しながら混ぜられるんですね。はい、すごい。これならなんか硬いものもいけますよね、こっちでも。味見します、はい、イエイ。おいしい。リンゴもあれですね、味が濃いですね、このリンゴ。うん、美味しいです。美味しいです。今度バナナ入れなくていいですか。バナナ入れなくていいと思う。バナナはいいな。そうですね、リンゴとなんだろう、桃とかも美味しそうですね。キュウリですか。あ、キュウリ、混ぜちゃうんですか。混ぜちゃいます。ちょっと見てみて、後で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 、そうですね、はい、あ、リンゴはリンゴのままでいきましょう、はい、そうですね、はい、はい、うわ、はい、見てください、ふわふわですよ、氷。でもシロップかけるとね、縮まっちゃうんですよ、はい、本当だ、あすごい、ふわーって溶けてる、おー、おいしそう。とりあえず完成です。すいません。いやいやいや、とてもでしたが、はい、完成しましたよ社長。はい、あ、味の方もかですね。はい、はい、本当に。さあ、試食します。さあ、いよいよ試食です。試食からいつものね、ミレイさんも参加していただいております。ありがとうございます。はい、じゃあ社長、はい、じゃあ試食食べてみましょうか。はい、じゃあどうぞ食べてください。はい、いただきます。うん、うん、あ、おいしい。なんか、うん、すごいおいしい。うん、氷が溶けた後にふわっと残るソースがおいしいです。このあのパインとバナナ、この氷ね、うん、信州で嵐入れたんです。信州で、うん、天然水なんです、うん、じゃあ一番の特徴は、はい、頭が痛くならない。え、すごい。だからバクバクって食べてみてみたい。頭が痛くない。本当ですか。本当です。フリフリみたいな、そういうのじゃなくて。そしたらここでですね、信州の氷をいただいたところからいただいたトマトのシロップなんです。うん、これちょっと食べてみてください。あ、はい、ありがとうございます。うん、トマトです。トマトです。はい、早速いただきます。はい、どうですか。あ、トマトの果肉も入ってる。うんうん、へえ、野菜のソースって私食べたの初めてですけど、これもこれでいいですね。トマトなんですよね。はい、でもそんなにあの野菜っぽい味じゃな、ないじゃないですか、うん、はい、だからトマトの嫌いな人でも食べられる、うん、美味しいですよね。うん、おいしい。ごちそうさまでした。あれ、はい、なんか今までとさとこさんの顔がちょっと違うような気がするんですけど。え、どういうことですか。どういうことですか。ちょっと、え、ち
ちょっとあまり美味しくなかったんですか。なんで私言うんですか。あのですね、はい、ちょっと私作ったんですけど、はい、ちょっと自分自身ちょっと納得いかない部分がありまして、はい、次回さとこさんちょっとさとこさん作っていただけませんか。今日の名誉挽回ってことで、今日の名誉挽回ってことで、はい、わかりました。じゃあ、ね、後半戦ちょっと何か作っていきたいと思いますので、はい、お楽しみによろしくお願いします。はい、ということで着替えました。それでは後半戦スタート。それでは、まず今日は桃とリンゴのコンポートを作っていきたいと思います。桃は、ほんのりピンク色を出したいなと思いますので、今日は皮付きのまま煮込んでいきます。半分に切って、おうわぁジュワーってで、これを種をこう取るんですけど、何かスプーンかなんかで種を取って、この状態で煮込んでいきます。続きましてリンゴも切っていきます。よいしょ、おーシャキシャキ、じゃあリンゴはそうですね、もうちょっと半分にして切っていきたいと思います。さあ芯のところを切っていきます。お鍋に砂糖とお水を入れて沸騰させます。スイッチオン。IH だとボタン一つであっという間に沸くので、とっても便利です。さあそれではマンゴーとパイナップルを今日は飾りのために切っていきます。マンゴーって切ったことないんですけど、頑張って切ってみたいと思います。こう多分種があるので、メイクこう切った方がいいと思う。違ったらうまい。さあ温かく温かく見守ってください。マンゴーも繊維がすごいんでね、いかないやつが、あ、やばい、失礼します、マンゴーさんごめんなさい、マンゴーさんごめんなさい。食物繊維がすごすぎて種が取れません。そうだ、思い出した、こうだ、平べったく切ってるってそういえばどっかで見た気がした。すいません、芋と同じようにはいかなかった。マンゴーの三枚おろし。やばいですね、これ多分作った人に怒られそう。うちのマンゴーそんな切り方しないでください。パイナップルは硬いと思ったら意外に柔らかかったんですけど、こう、こうでしたっけ、よいしょ、芯を取って、これもあれですよね、今なんかドライフルーツとかで売ってますよね、美味しいんですよ、食物繊維だらけなんで。それでは立ちましたので、桃とリンゴを入れていきたいと思います。桃は皮面を下に入れていきます。よいしょ、で、リンゴも下に皮面を向けて入れていきます。蓋をして中火で5分煮ました。かなり煮汁もピンク色で綺麗になってます。今はこれを、はい、止めて、粗熱を取っていきたいと思います。
それでは、ミキサーにリンゴと桃を入れていきます。スイッチオン。お、これは魔法の棒の出番ですか、社長。知ってますか、みんな。さあ、先週もおなじみの魔法の棒で続きたいと思います。おりゃ、回しながら、回しながら、回しながら、はい、いきます。あ、すごい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 ですね、飛び散らないんだ。さあ、ちょっと真ん中あたりにソースを入れて、ちょっと隠しマンゴーも入れよう。で、また上に盛り付けていきます。さあ、それでは先ほどの上にまた盛り付けをしていきます。ソースをかけて、うわー、綺麗ですね、やっぱり綺麗綺麗。なるべく周りらへんに、これなんか筒みたいなやつに入れるといいですね。で、それで周りを、周りにこうやっていく。で、一番上のトップにはふわふわソースをかけていきたいと思います。フレッシュの、いいですね。これでお待たせしています。さあ、次にパイナップルとマンゴーでちょっと盛り付けをします。よいしょ。これだけでもだいぶ贅沢なんですけどね。さらに今日はマンゴーも入れちゃおう。これ絶対バニラアイスも合う。さあ、できました、完成です。さあ、完成です。社長、試食お願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、いただきます。はい、あ、いいんじゃないですか。本当ですか、はい、やったー。間が怖かったけど、よかった、美味しかったですか。いただきます。私も上のふわふわソースと絡めて、うん、おいしい。桃のね、桃味が残ってますね。はい、うん、おいしい。桃の加減多いですね。うん、桃だけだとちょっと甘ったるくなりそうだったんで、やっぱりリンゴも入れて正解でしたね。うん、うん、あ、おいしい。このトロトロ感がいいですね、このシロップの。はい、こうね、コトコト煮込んでおいしい煮汁が出ております。あとちょっとで、器も赤にしちゃったので見づらくなっちゃったんですけど、かなり綺麗なピンク色だったので。そうですね、はい、やっぱ皮ごと煮るっていうのが一つのあれですか。そうですね、大事ですね、はい。なんか着色料なしでこれだけ綺麗なピンクはなかなか出せないと思うので、うん、うんうん、あ、美味しいですこれ。うん、社長がね、前回作ってたこの生の果物をそのままぶわーってやるふわふわのやつが気に入ったので取り入れました。はい、大失敗しましたもんね。いや、おっぱい言われたかったですけど。さすが佐藤さんですね。うん、ね、さあ、さらに2品目作ってみました。こちらはですね、はい、タピオカミルクティーかき氷です。この茶色のは何味ですか。は、紅茶です。紅茶ソースを使ってます。いただきます。はい、ミルク、練乳と、あと下にはタピオカが入っております。どうですか、この紅茶と、はい、うん、練乳、練乳、はい、ちょうどいい感じですね。本当ですか、はい、じゃあ私も早速いただきたいと思います。おー、よいしょ、いただきます。ほら、うん、ですよね。めっちゃいい感じです。ですよね、はい。あ、おいしい。これ、そっか、タピオカもうちょっと上にも散らしとけばよかった。そこにいるから、そうです、そこにいるから
全然たどり着けない。出てきました、うん、出てきましょう。はい、おいしい。あ、この紅茶と練乳ってよく合いますね。いいですね。うん、うん、なんかちょっと氷溶けるのが早いかなっていう話をね最後にしてたので、そしたら溶けても美味しく食べれるというか、もう飲める状態になるので、そしたらタピオカだったらミルクティーだったら飲めるかなとかちょっと考えて作ってみました。いや社長どうでした、この2品作ってみましたが今日。あ、美味しかったです。うん、で順位つけてもいいですか。お、順位、はい、どうぞ。エントリーが順位つけたら、はい、紅茶と、はい、この、何でしたっけ、タピオカですか。うん、あ、こっちの方が一番かな。あ、さっきの方が見たんですね。はい、あ、私はですね。あ、やった、はい、いや、ぜひ取り入れていただいて。美味しいですよ。やった、うん、本当に美味しい。今タピオカブームです。やっとタピオカ出てきましたね。ちょっとこのタピオカが出てこないを改善すればかなりいいこと。うん、うん、うん、さあ社長次はどうしましょう。最近また言われたのがね、はい、やっぱり太ったんじゃないかって言われちゃったんですよ。また言われちゃったんですか。そうなんです。ちょっとすごいショックなんですけど、あ、どうしたらいいですかね。そしたらやっぱり夏に向けてね、はい、というかもうほぼほぼ夏ですけれども、はい、ちょっとヘルシーメニューをもう一回、もう一回、はい、やりたいと思います。佐藤さんに完全にお任せでいいですか。はい、はい、かしこまりました。それでは次回もお楽しみに。